では澤柳さん対マニスタの対決いきましょうか。はい、はい、ではお願いします。お願いします。お願いします。頑張れ澤柳さんからのサーブ。うん、いいラリーが続く。ちょっとだけアウトでしたかね。はい、サーブ。あー、いいショット。おー、これはどうだ。うまい、うまい、うまいな。しっかり左右に振ってきます。ちゃんと角度ついてる。サーブリターンしてますけど、これ、あ、これは入りましたね。すごい。でもこれも取らなあかんもんな。もうネットにかかりそうになったら前にやってくるしかないです、ね、そうですね、はい、結構ネットイン多くなるので。うわー、これはナイスリターン。ナイスリターン、はい、やっぱ狙ったんだよね。狙いました狙いました、うん、いやでもナイス。おー、これで1点が入ります。山岸さんのサーブが続きます。いきます。はい、深いラリー。ああ、これがアウトなのでサーブ権が移ります、ね、さあ、あー、これが入る。今のやばな、恥ずかしい打ち方。ちょっと今プロっぽくなかった。澤柳さんに点が入りました。やっぱり、サーブ、はい、おー、すごい。ナイスショット。すごい、さっきの対決にするような、うん、さあ、ラリーが続きます。サイに振って深い位置。あー、これはうまい。4対1。深く、ナイスショット。あー、これがナイスショットですね。いや、そこまで深くに来ると一回下がらなきゃいけないから次の攻撃も遅れますし。ナイスサーブ、ナイスサーブ。めちゃめちゃ深い。6点目が入りました。さあ、澤柳さんのサーブが続きます。前に出る。おー、これもいいっす。入っている。ナイスショット。圧倒しています。2個めっちゃうまい。今何読みですか。71。そうですね、振った。あー、これは追いつきましたが得点にはならず。さあ、少しでも、あ、これで2点目が入ります。少しでも追いつきたい今西さん。さあ、連続サーブです。深いところ、前に出る。来た、ね、ナイス。いや、組み立てがお上手ですよね。3点目が入りました。うん、確認くる。後ろに下がって。いやー、今ナイスショット。入ってます。サーブ権が澤柳さんに移りました。よし。おっと、追いついてきた。ナイス。おお、これはどうだ。アウト。アウトかな。ああ、いい勝負です。3点差まで追いつきました。依然今西さんのサーブです。ああ、これからでしょ。待って、どこ打ってる。さあ、澤柳さんのサーブ。おお、これは魔球が来た。深いところ、おお、返してきた。いや、今のはしっかり返す。これがアウトです。うん、ちょっと追いつかれてきた。さあ、じわじわ追いついてますよ。そうですね、8対5です。いい試合展開になってきましたね。サーブだ。えっ、ツーバウンド。あ、ツーバウンドルール落とさないといけない。そうです、はい、あまりにもナチュラルすぎて、ちょっと僕もあの、すいません。サーブアンドボレーしました。ごめんなさい。はい、ちょっと澤柳さんのこのサーブが、このサーブが本当にね、あの、コンプが大変なので、もう一度やっぱりリターン側ちょっと後ろ側に下がって。はい、じゃあ、ナイス。どうだ。振って。ああ。奥
く深いところのバックがやっぱ難しいですね。そうですね、はい、マッチポイントになりました。はい、頑張ります。はい、行きます。おっ、あー見事、1点です。さあ5対10。あ、ここで6点目が入ります。いいですね。でも1点でもここで追いつきたいですね。うん、そうですね。はい、サーブ、いいサーブが入った。これはどうだ、深いところ、これはアウトです。いやー、いい得点のパターンですね。感覚を掴んできてます。7対10。前前、どうだ。いいですね。でも前後左右に8点目、しっかりとこれ、いい勝負になってきました。じわ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 、はい、行くで、はい、行くで、最後深いところ、どうだ。あー、こっか、深い、深い、イメージがこう言ってたのに。さあ、マッチポイントの澤柳さんにサーブです。おー、ナイスゲーム。最終スコアは8対11で澤柳さんの勝利となりました。いやー、なんか思ってる以上にやっぱちょっと難しいところもありながらも楽しいな。楽しかったです。どうやった？なんかやっぱテニスだとガットがあるのでこう引っかかったりとか結構コントロールしやすいことあるんですけど、これもうちょっとした面の角度とかで結構コースがこうそのままヒューっていっちゃったりとか、あとボールも軽いんで結構しっかりガーンって打って入るのかなと思ったら意外とフーって抜けたりとか、ちょっとその力調整はちょっと難しいなと思って。